5月5日は端午の節句。子どもたちの健やかな成長を願って、鯉のぼりが家の軒先などに飾られます。大きい孫いはお父さん、小さい肥後いは子どもたち。空は日本晴れ、青空にそよぐ姿がとっても立派ですね。小学1年生のトリオで演奏します。鯉のぼり、どうぞ。